松本大介は、日本の政治家。衆議院議員、文部科学副大臣、防衛大臣政務官を歴任した。広島市生まれ。広島市立観音小学校、おさむ道中学校、高等学校、東京大学法学部卒業。大学卒業後、東京銀行に入校。2000年に退職し、2001年松下整形塾に入塾した。2003年。 第43回衆議院議員総選挙に民主党公認で広島県第2区から出馬。無所属の開公人の平口博士、自由民主党公認の北一らを破り、初当選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙では広島2区で自民党公認の平口洋に敗れたが、重複立候補していた比例中国ブロックで復活し、再選。 2009年の第45回衆議院議員総選挙では、広島2区で平口を破り、参戦。2010年9月、関大一次改造内閣で、防衛大臣政務官に任命され、関大二次改造内閣まで務める。2011年民主党代表選挙では、自身が所属する花政会会長である、野田義彦の推薦人に名を連ねた。同年9月、 民主党国会対策副委員長に就任。2012年10月、野田第三次改造内閣で文部科学副大臣に任命された。同年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では平口に、敗れ、落選した。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙でも平口に、敗れ、落選。 2017年10月の第48回衆議院議員総選挙に希望の投稿人で出馬するも平口に敗れ落選。落選後政治活動に区切りをつけたいとして引退を表明した。ありがとうございます。